皆さんどうもおはようございます。あ、今日もいい朝でございますね。ということで皆さんおはようございます。いやー、まさかね、桃鉄がね、ねえ、オンライン対戦やろうと思ったらさ、フレンド以外とできないって聞いて、マジかと思って、そんなことあるんだと思ったけど、まあそりゃそうかと思ったよね。だって知らないやつとやってさ、モテてさ、あいつ一人に全部なすってやろうぜって、まあツイッターじゃんけんだもんね。よくよく考えたら、あいつムカつくなーっつって、ぶちかれーっつって言うことあるから、そう。よう考えたら、まあそうだよなと。あ、はい、どうもウィント先生、鬼です。そう思いながら、眺めてましたね。さあやるか、一人モテて。朝でやるなら、これひどくない？一人で、またって、これおかしくない？一人でモテてって書いてるからさ、一人でやろうかなと思ってさ、今クリックしたらさ、時間がないとき、ちょっと一試合、友達と戦うならこれがおすすめ。どういうこと？一人で桃鉄って書いてあんのに、友達とやれっていう、何これ、これおかしくない？これやばくない？この言葉。アサティンガーリーこれできるかな？俺意味わからない。これよってやってみよう。桃太郎です。おう。あ、これね。これもいつ、お決まりだよね。ここら辺で、ね、こう、始まり。はい、とすもりん。あ、はい、どうもおはようございます。3年、決戦してもうご存知でいらっしゃらないですけど。1000万円持ってスタートではないんだ。1億円持って、あ、10倍なんだ。あ、そういうこと。あ、本当に短期決戦なんだ、これ。へぇ、キングオブロック、キングオブ大きくなってるんだ。はい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 。そういうことね。あ、桃鉄を分かってるやつがやるゲームなんだ。あ、オッケーオッケー。じゃあどうよ。え？コブのキャラクター？変更するか。え、なにこれ？タクマって鉄人。いや、こいつ強そう、こいつ捨てとこ。エンマ。誰が誰かよくわかんないんだけど、これ。意地悪系カードが好き。ちょっとこれ。まあ、桃鉄やんの超久々だから。雷神と、ガキと、皆さんの名前？俺どれ？俺どれ？俺これ？俺これ？あ、3人でやってんだこれ。ミントス社さんにしよう。あーみ。タチツテとミントス社長、オッケー。いや、これでしょ、こんなの。完了です。コントローラーコンはオッケー。はい、どうも、おはてす、こんち。はい、モーニング。グッモーニング。順番はそうっすね。まあ、シャグしましょうか、一応。まあ、公平性を期待してね。いや、桃鉄超久々だ、マジで。はい、どうも、おはようです。どうも、ミント社長です。みんなおはよう。今日も、元気かな。ただ、朝は、100デシベルの声で、ちゃんとね、声出すようにみんな。やっぱり声出さないと、お客さんに声聞こえないから。思い出すな。むやみやたらにでかい声で話す、俺。この症例いりますって。いや、ないですよね、これ。
よーし、行くぞ。社長、皆さん、4月ですよ。お、4月だし。めっちゃ面白そうやん、これ。やん、これ。あ、カイさん、100キロ先生、あずます。行くぞ。いや、楽しみだな。急行収入、収入カード、ぶっ飛びカード、あ、そうなんだ。ヤサヒミがおるんやって。あ、めっちゃグラッキーやん。俺が知ってるモブテスあれやってんけど、キャラ動かんかったもんな。もう口だけパクパク動いとった。パカ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 ーつって、なんかこうクグツ人形操ってるみたいやった。あー、これこれ、いやこれこれ、いやモブテスってこれだよ、これ。どこ、なんとかこれ、え、福井の東神、あ、東神坊か。はい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 。多分今年はこの雷神社長、誰これ。ああ、敵か。あ、うわー、桃鉄くせー、おもろいよな、桃鉄。いや、桃鉄っぽいわ。いや、ほんとに桃鉄って感じするわ、これ。みんな向こう行ったことやん。俺向こう行ったやろ。はいはいはい。あ、じゃあ、当時も行こう。俺もカード使うか、ぶっ飛びカード。ええ、あ、だって、どれ使っとった、あいつ。これやった。どれを使って、はあの、すいません、カードが弱いんですけど。え、違う、周遊カード、何4だったんですけど、もしかして、え、みんな強いねんけど、え、何ね、おかしくない、おかしくない、え、え、なんかみんなカードめっちゃ持ってない、え、え、何、自由ってなんなん、え、え、おかしくない、ああ、まあ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 、そうだよね。でもさっきはちょっと異常やったね。マイナス駅、あの、すいません、すいません、すいません、もう約半分飛んだんですけど、お金ちょっといいですか。あれ、ちょっといいっすか。え、おかしくないっすか、これ。金半分飛んだんすけど。これ飛べ、えぇ、ー、え、俺だけマイナス多くない、どういうこと、そんなことある、フレーズ全然飛んでへんのに。あ、オッケーオッケー。来た来た来た。オッケーオッケー。どうしようかな、こっちかな。足踏みカード。やばいよね。4番で4800って、結構ゲロいと思うんですけどね。望みカード、え、絶対早いこれ。新幹線やろこれ。あ、いけいけ、して、あー、なんだこれ、え、え、あいつ少なくない、追い抜いていくわ。ゴールに、え、え、あ、ここに行かんとあかんのか。あ、あ、な、あ、俺分かったわ、ようやくこのゲームが。なるほどね、あそこに行かんといかんのか。やばいやばい、忘れとったルール。あ、なるほど、帰りましょう、物資何も変われん。桃鉄のええところって、この、ここが、何の特産地かわかるの、すごいいいよね。これ好きやわ、これ。そうか、特産じゃないわ。だからか、やってもうたな。まあまあ、言うてね。まあ、言うて、出ないでしょう。ここでこうなんてね、その都合よく。はい、コンピューターだから出ました、これは。はい。はい。はい、コンピューターゲーム、これが。あ
ちょっと待ってください、これは。え？ 5億8400万？え？え？え？貧乏街についていくの、俺いきなり。お尻がプリップリッ。え？貧乏街えらい可愛くなったな。なんかアジャコングみたいなやつおらへんでいく、なんかね、仮面つけたやつ。貧乏神なのねん、ミントスタスキョウさんのお役に立ちたいのねん、よろしくねん。ぶち転がすぞこいつ、ほんとに。これってなせないですか。あれ、いつからこんな可愛くなった。うわー、こいつも越前ガニの量の欲しい、俺もそこ。え、変化すんの、怖っ。これ何、あ、そうなんだ、へえ。よし、使うぞこれ。なんとかなすいたいねんけど。宅上げ止まった。おっしゃ、武士顔よし、買おうか。もう帰るとき全部買っとこう。え？あ、もう自分で買っとったわ。おーし、OK。あ、もうナスって俺もしかして。お、やったやったやった。ナスってるわ。コロッケカフェってないやろね、確かに。え？誰か知ってる？コロッケカフェって。え、また、え、やばい、絶対出さない。え、やめて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 。いやー、なんや、のぞみカードってほんま。あ、僕知ってるんすよね、このゲーム勝ち方。え、ちょっと逃げていくんですか、ロスたち。ちょ、え、うわ、どうしようこれ。え、え、どうしようこれ。え、リッチもさっきもいかんねんけど、これあのすまへん、超すまへん、あのすまへん、どういうことですかこれ。ちょっと多くないですか。ミント社長、お金が足りません。どの物件売りましょう。あの全部、すいません、全部なくなったんですけど、今買ったばっかりなんですけど、先にらしいです今。ボビーキーイ。え、ミントス社長さん持ってるか。あれあれ、え、なに、お、これ3年借金地獄なんだ俺。トピックセス、え、雷神電鉄か。うわー、出た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 。対戦相手のなんかこうお金が増えるだけのイベント、何も面白くないこういうイベント。もう涙しか出へんこれは。ちょっと置いてかれてんねんけど俺。ええ、おかしくない、あいつプラスバグってない、何テレポートガードって。え、大臣社長そば行ってもうた。え、置いてかれてんけど俺。あー、これ桜姫の何、実家かなんか、カードも使っとこうかな、ぶっ飛びカードやめとこう。違うとこ取ったら嫌やしな。いや、辛すぎるこのゲーム。お払いカード、あ、これちゃう、これちゃう。え、カードを買っていった、何買っていった、特急カード2倍値段買っていった、8000万。借金止まらへんこのゲーム。ちょっと待って、借金止まらないんですけど、お借金が止まらないんですけど、やばいよこれ。え？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 もう終わったん？え？え？早くない？みんな強くない？嘘やん。
うそやろ、なにこれ、逃げんぞくな、あいつ。オッケー、来い来い来い、俺は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 、来い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 、俺は、俺は、俺は、どこ、松山やって、愛媛の。わあ、なにこれ、僕借金今2億円突破しそうですけどね。46マスか。オーケーオーケー。え、リトルデビューやデビル、これ無理やな。いや使うか、これぶっ飛びカード。オーケー、飛ぼう、頼むぞ。よし、ホールインワンしてくれ。これでごめん、ゴールどこやった？飛びすぎちゃう？飛びすぎちゃうそれ？飛びすぎちゃうそれ？そんな飛ぶのこれ？俺ちょっと飛ぶくらいと思ってるんけど。え？ふう、うんちをして、スキーしたのねん。え？もう軽く通り過ぎたよね、今ね。どういうことなん？ほんまにぶっ飛んでいってんけど。もう俺の精神はぶっ飛びそうだったけど、なんか、おえーっつってた今。いや、飛びすぎやろ。え？あと何マスよ？ 50 マスじゃん、お前。え？遠くなってんじゃねえか、バカ野郎。いや、もうイエローやん。ボーイさん、今ならたった分5000にくじができるのね。え？なんか、外れの方が圧倒的多くないですか？まあ、でも、まあ、まあ、言うて、まあ、言うて3が出れば、ワンチャンあるでしょ？多分これ。いくわ。ほい！くそ！あーたー！来い！マジ？え？すいません。貧乏神えぐいんですけど、ちょっといいっすか。ちょっと予想の3倍ぐらいピンバーがえぐいんですけど、大丈夫ですかこのゲーム。え、俺もなんか物の売り買いしたい。このゲームサイコロ振ってるだけなんだけど、おかしくないっすか。みんなサイコロ振ってるのに俺だけ貧乏街で遊んでるだけなんですけど、まあ、しかも1点。お笑いカード。いやもう払って払って。ボンビー、何でもかんでもそういう時代なのねん。再婚する。なん、いや、やめてて。やめてて、それ、ちゃって。いやもうとんでもないけど、貧乏神、ほんまに。え、なになに？見て。周りがさ、12とか出してる数字なのさ。俺だけ1と2しか出ないんだけど、これ。え、結構貧乏エグいな。あれ、こんなエグいゲームだった、これ。モーニング、え、桃鉄ってこんなエグいゲームだったっけ。あ、よかった、まあ2でよかったわ。特急カード。この先事故のため折り返し運転をしております。え、え、それも、え、え、しかも引かれんねや、このカード。え、千年像かうんちが消えた。でも、特に、何も困ってなかったけどね、俺は。あ、リーさん、一回さんですか、ありがとうございます。本当によろしくです。確かに、ヘリポートか。大丈夫？彼ら行くヘリポートに使えますよ、ちゃんと。うわ、俺もそこ行きたい、マジで。ちょっと待って待って。いや、辛すぎる、このゲーム。わ、すごいぞ。メガネ特殊今 200% 書いてあったわ。やるな。オッケー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 、いけるぞ。来い来い来い。あ、来た、おならカード。ボンビー。いや、三大河川は、北中は、これ、石狩。え、これは北海道でしょ、どう考えても。そうだよね。え、このくらい社長さんして当然だ、だからご褒美。間違えたらよかったの、これもしかして。え、間違えたらよかった。
そんなことある？ああ、ヤシャ姫が教えてくれるやん。多分今年桃鉄出たんで、あれでしょうね。多分この桃鉄のコスプレする人多いんでしょうね、今年はね。いろんなキャラの。誰が1位になるんやろう？うわぁ、まあ、収益ったらしゃあないよね。まあまあ収益はなかったもんね。うん、わかるわかる。まあ、収益はしゃあない。そうしたんで勝負しよう。うん。まあこれもしゃあないね。まあちょっと少なかったしね。わかるわかる。うんうんうん。僕だけちょっと平均線より下に行ってると気になりますね、これね。まあ言うてね、まだ1年目なんで、まあまあまあ、これそのゲーム3年あるんでね。まあ、ここから勝負かなと思ってます、回してて。はい、トピック。ターミナルカレーが大人気。ああ、そうなんだ。バンダイシティバスセンターのカレーは、ああ、いいね、いいね、これね。めっちゃ売れますしねんけど。そろそろ、ちょっと勝たせてもろて、いいでしょうかね。よし、勝つぞ。言うてでもね、猛鉄って、大逆転あるからね。え、まだなん？お腹を使ってみようかな。いや、これは使われんよな、さすがに。だって1と2が6個出ても変わるもんな。あ、すごい、でも2が、2ばっかり出るわ。これじゃない？これ。いやもういいってお前そのくじ。え？あれ？こいつ結構いいラインナップ持っていったな。これはあれちゃう？いちちゃう？もう君が全てちゃうこれ。ごめん！うわぁ！出たわ。え、どうなんの？どうなの？いや、これ君が全てはあれ、あれ全財産パクられていくパターン、パクれる。え、これ嬉しいねんけど、使おう。これはええんちゃいます？うわ、何こいつらもう、物資めっちゃ羨ましいねんけど。オッケーオッケー、使うわ。これっすかね。いや、これっすかね。これをこれにするか。でも何マスや ?40 いきますか。オッケーオッケー。これでしょうね、やっぱりね。はい。はい。また折り返しうんて、やめてやめて、ちょっと待って、やめて、やめてって、ほんま。これ、どれくらい手に入るんですか？なにわのギャンブラー行きますよ、ここで。いや、これ多分、一攫千金っていうくらいから、多分、3億円くらい手に入るんちゃいますかね。はい、どうも、おすすモニン。行かせていただきます。運命のドローカード、ドロー一攫千金、一攫千金。え、名古屋城跡？え、名古屋城跡ってどこやったっけ？え、鷹城？タガ城ってどこ？タガ城どこ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 ？宮城？宮城？これ宮城？ありがとう。え？なになに？え？え？なに？袋が落ちてくる。え？記念千人？え？やめるや、こんなこと言うの。ミントン社長が最初の監視局達成時、やめろって、これなんやこいつ。え、ビームアクション10回。え、袋紙になる、もしかして。
お小遣い、え、いや持って帰って持って帰ってこれ、え、え、やった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 、うおえ、はい、一攫千金ゲット、やりました。うわ、貧乏神最強やん。でもこれ早くなすらんと、え、お金が足りません、お金困ってる、あれ、あいつもなんか何人かいないな、雷神社長。やばい、早く、早く切り抜けたい、ここを切り抜けたい、早く。OK、いや、引けるぞ、これ。一攫千金カード、うわー、ガイ、一攫千金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 、頼みってくれ。あ、行くか。全然なんか手に入らなかったね。え、なになに、え、え、え、めちゃくちゃ動くんだけど、え、なになにこれ、え、記念戦に10回カード駅に止まった、さ、え、なになに、え、記念特典めっちゃ多くない、横のカード好きなんじゃろう、え、イエローカードくれたんだって、え、何くれたんだろう、え、何くれたの、買い合わせ物件を買ってあげるね、さつまいもだ5倍値段買っていった、え、4億円は、え、え、え、金なくなったんだけど、お金なくなったんですけど、全部ゾンビ、お前よくないか、それは涙が出そう。あ、ワニーさん100円の再生ありがとうございます。カード手に入った、イエローカードいらなくない、これ、いや、じゃあゴール行こう、とりあえずゴール行こう、なに、え、プリ出た、またうんちしていったやんこいつ、でも早くゴール行ったい、マジでゴール行ったい俺今、え、イエローカード使っていったわあいつ、あ、すごいすごいすごい、え、え、すごい、純金なの、純金、純金カード、あれこれワンチャンでもこうさ、結構さ俺近づいてない、ゴールまで、あ、きびだんごええよな、岡山の、昔は岡山にきびだんごもらったけど、あれめっちゃ美味しかったわ、さあもうその時の知り合いもあれやったわ、落とさったないけど、なんかオフ会したときに、え、あ、これ見てなかった、これ何、ごめん全然帽子飲んで、え、これ何、これ何、これ薄摘み桜、これ何、これどこ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 これ何何どこどこ、これ鹿児島、え、これ何なの、これは鹿児島岐阜、大丈夫か、ま、分かんない、どっちどっち、いや全然見てなかった、これうわーやっと思った、これ、え、どれどれどれ、岐阜、岐阜、オッケー、センキューありがとう。まあまあそうだよね。俺も岐阜だと思ってたよ。やっぱりこういうところで、やっぱ出ちゃうよね。知識があるかどうかってやつ。いや、これやばいな、でも。これ、多分、誰かと対戦するときは答えな、誰も飛んでこへんからな。自分で考えといかんねやろな。えぐいぞこれは。はい、あ、いた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 、あれ、え、ま、もう何、またボンビー、お前、お前やめて、何、あ、何した何した、あ、お前、え、え、特急カード割れたん、え、今ひよって喜んでたのに今、え、やば
え、ボンビーやばくない？いやもう無理やって、もう泣いたんこれ。ちょっとボンビーくん、ボンビーすぎんねんけどマジ頼め。でもおならカードええねんほんま。あ、いた。囲碁の3人名石は赤玉石。何赤玉石、何八川石。え、名石ってのは日本でそんな有名なのあんの？それさえ俺も知らんかった。そうなんやと思ったけど、え、本五栄石、何これ、え、こんなのあんの。いやこれでもね、俺名前的に多分ね思うんすよね、こういう名前ついてるってことは多分、僕多分なんですけど兵庫やと思うんすよね。どうすか皆さん、これどこだと思いますか？見かけ、あ、見かけしか。やっぱ兵庫っすか。やっぱね、そうやと思ったんですよね。名前でいい、そうだよね。もうそれっぽいこと言っていこう。焼きサバ寿司。焼きサバ寿司ですよ、皆さん。食いてー。なんでこれ。はいどうも、モニン。ああ、東郷、はあはあはあ、ああこいつめっちゃ買ってるやん、アイテム。オーデンいやいや、ここあれなんですよね、あのクイズ、あのミントスネタなんでいいんです確かにマイナスだったんですけど、いやまあまあ今更マイナスかなり、なにこれ、袋から行ったんだけど、なんでこれ、こんな寒い風にわざわざ赤で自分が飛び込むとはな。ミント社長、清水の舞台から飛び降りる気持ちで赤で飛び込んだのは、そうなんですよ、実は。マジ、そんなことある？あの、でもゴール行ったいんですけど、僕。あれ？あ、どうも。借金地獄から出ました。ミントスです。いや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 、あ、バンダイのね、まあ、シティバスセンターのカレーね。はい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 。そうすかって、いや、あ、羨ましいな、5040万か。まあ、僕今54億ですけどね。まあ、羨ましい。でも、あ、皆さん、次回サブスクライブありがとうございます。今回よろしくです。いやいや、まあ、まあまあまあ、喜んでると思いますけどね。まあまあ、いかに喜んでください、ほんま。冬眠カード。OK、OK。いや、これいけるぞ。よし。オッケー。え、ボンビー、やばい、やめてやめて。ちょっとつ盲信伊之助出てきたんだけど、2倍値段、あ、8000万か。かまへんかまへん、今やったらええよ。使え使え、使いたいだけ金は破産するまで使っていいぞあーね、はいはいはい。駅弁か。駅弁もよくうまいって聞くけどね、俺駅弁食ったこと2回ぐらいしかないわ。そんな買わないんだよな、駅弁。え、新幹線カード。皆さんの好きな駅弁何ですか。あー、6マスね、ここ大変やね。終わってもてんけど、終わってもてんけど、終わった。野中さん、逆のお札ありがとうございます。3回連続やんか、あいつ。ちょい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 、やばくないこれ。あ、ゆずむさん、
あとしてもサブスクありがとうございます。こいつをよろしくします。いや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 、ちょっと待って待って、いやこっちこっち、来い来い、こっちこっち来い、カモン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 、どこ生瀬って、今生瀬って見てへんかった今。38マス。38マス。38マスか。なんか買っとこうかな。でも勝手に売りそうで怖いよな、買っても。いや、これやめとこう。勝手に売りそうやもんな。出た。ああね。あ、新幹線が欲しかったんや。いや、いい口言ったわ、これ。聞かせてもらいます。じゃあ、5出しますね、これ。はい、ありがとう。うん、出んかったわ。もう貧乏神の頭蓋骨で、サイコロ作りたいわ。5しか見えていんやつ。エビキューラカード？何？悪魔？絶対俺に来るやん、これ。いや、もうこの流れ俺やろ、これ。でも左行ったやん。もうやめろって、ほんま。ちょっと待って。ああ、なに、貧乏神ついてるから危なー、マジで。え？何？え？え？こいつひどくない？え？やばいやばい。不幸が起こりすぎて、時でもされんかったわ。やばっ！あ、そんな感じなんや、おならマンカード。マイナス痛い、これ。まあまあまあ、言うて、言うて、まあ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 、今言って、今言って、何、ボンビ、何？はい、売れる物件一つもないんよろ。ほらー。ボンビ、よかったー、買わんで。いや、買ってたら泣いてるとこやったな。危なかった。買わんでよかった、マジで。来た。いや、今回あれじゃないですか。僕一番じゃないですか、これ。ね。400万、何？あ、さつまいも畑か。あ、どうも、そうした。ご紹介っす。いや、皆さん28億、2億ですか。いやー、どんまいですよ、本当に。不幸の中でね、やっぱこう、なんていうんですかね、純金をつかむ男、ここなんですよね、やっぱり。そういうとこにやっぱ長けてる人間っていうのはやっぱこういうとこなんですよね。不幸を楽しんでる男。これがね、やっぱこれなんですよ。楽しめるかどうかなんですよ、人生。あられせんべいを作る金属の方があるとき、足踏んでしまって、もう、へのじ型？え？V の柿の形。へぇー。でもこういうことの言われたいなぁ。そうそう、なんか物産欲しいけどなぁ。でも早く行きたい、これ。え、待って待って、これボンビ映せるんちゃう？え、待って待って。え、何気にボンビ映せるんちゃう、これ。今気づいてしまった、俺今。あれ、ついボンビが映せる。ああ、来た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 。あ、向こういた、あいつ。やりました。受け取りね。いや、しかもそんなさ、大きいの使っちゃっていいの？そんな。あー、困ったね、雷神所長。
そやろ、そんなことある？え、マジ？彼亡くなったんだけど、マジ？え、あいつ自身言った、やめろよ、やめろよ、なんてことするんだよ。あ、よし、もうとんでもないことって言った、ほんまこれやばい、バレた、いやー、え、雷神雷神社長なんか知らんけど、えらいことあったな、ね、よこれいや、あいつ逃げていくんだけど、ちょっとやめろよ、あいつ逃げるの、すごい嫌な戦いになってるこれ今。いや、もうこいつだけの悠々自適の生活じゃんこれ。ちょっとずるくないそれは。ちょっと急行カードを、え、めちゃめちゃ羨ましいんだけど、あいつ18、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、もうこれいい、多少のマイナスいい。あー、ノーリこれいるか、あ、これ売れないんだ。あー、フグヤが、いや勝ったばっかやのに、俺のよ50億円どこ行ってもうてうわー、でも、いや持ち金ゼロカードエグかったな。でもそう考えたらひどくない、持ち金50カードは。え、あいつ、え、うえ、こいつぴったりすぎきよったわ。え、やばくない、え、もう汚いカード使ってるみんな、え、おかしくない、ダビングカード、やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、何されんの、ヘクション、え、え、え、ちょっと待って、え、お前何してるの、何してるの、え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 、ひどくないこれ。違う違う、とんなんあれやからね、あれやからね、俺じゃないからね、とんなん敵やからね、とんなん、とんなん俺じゃないからね、ラッキーちゃう、ラッキーちゃう、これこれ飛ばしたからね、あいつナスゲーティーなくなってるから、よっからに、いやちょっと待ってや、ほんま何スペシャルカード、え、はぁーマジ、いやこれやばいな、また俺、何何、え、一生ついてんだけど、貧乏神。来い、真横来い、真横来い。来た、札幌、え、札幌、え、札幌めっちゃ遠くない、札幌論は遠くない、 OK 使うか、 OK 行くわよ、はい、来い、札幌来い、上行け、上行け、おい、ちゃ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 、あ、これちゃんちゃ、これちゃんちゃ、え、いや、これ来たでしょ、え、ダム宮形に、え、見頃ダム、え、すいません、オーディエンスお願いします、見頃ダムのあるところは何でしょうか、ギフですか、ありがとうございます、
正解です。いやー、やっぱオーディエンスはいいな。これ覚えていかんといかんな。やってった。だってこれ覚えていって体勢でぶつけていかんもんな。そう考えたらあれですね、ちょっとなんかあの頭の体操っていうかあれですね、覚え直さといかんなと思ったもんな。 OK。 え、これこれちゃう、これ上でしょ、これ。おちょ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 、おお、除外機だし、今びっくりした。え、またまた戻んのこれ。え、もうちょっと待って、え、ほとんど戻ったやんこれ。ええー、いやもう何これ、ちょっと待って、もう何これ、もう戻り続けるんですけど、このゲーム。いや大丈夫、でもいける、俺は信じてる、俺の可能性を。お、また僕は借金を背負うのかい。ありがとう、ありがとう、ふぐ料理屋さん。え、京都の祭り、祇園祭り、神田祭り、天神祭り、いや、これはさすがにわかるっしょ。いや、これはさすが大阪よ、こんなのね。いや、これはさすがに地元だからね、わかっちゃうわ。まあ、地元だからね。ええ。これでもさ、勝てるか、え、星飛びか、何星飛び、あ、そうやって飛べるんだ、あ、そういう使い方もあるんだ、へえ。あ、場所を覚えてたらあれに飛ぶことによって一気に詰めれるんだ。おー、すごいな、いろいろあるんだね、マジで。え、いやもうやめろって、1か2はほんま、うわ、やばそう、これマジで。いやでもこのガキも結構あれだよな、ろくな点数じゃないかな。ワンチャンありそうだ。え、ヘリポート、マイナス痛いよ、もう無理だよこんなの。またフルフル売るしかないんだよ。なんなんだよこれ。え、折り返し運転やめてくれよ。あの、せめてなんかこういいこと起こってくんないとね。フックバックカード、なんだろう。よし、うわ、俺もこんなにブッサン買えると思っとってんけどな、お金いっぱいあったから。はい、来い、夜行園か、何、え、あ、何、どこ行ってくれる。あの、すいません、あのもしかしてなんですけど、このゲーム一回ボンビーがついたらなかなか復帰難しいんじゃないですか、これ。もしかしてなんですけど、すごい今更なんですけど、あの、這い上がれないんですけど、このゲーム。はい、どうも、モニン。だって、なんかね、50億円もらっても硬いんですからね。お、お金プラスや。来い、
1000億万飛んでくんのあいつ、え、あいつ結論は何、プロペラ触ってない、え、売れるぶっていやー、これとどっちかな、俺かな、いや、これはちょっとわからないな、誰買ったと思います、これ、いや難しいぞこれ、はい、じゃあ発表しましょうか、今回は。うん、なんか映像とともに発表って出てるな。あ、え、すごい綺麗やんこれ、あ、こういう感じなんや、あ、あー、まだ全然したやつ多いな、なになに、こんな感じなんやこれ、すごっ、なにこれ、椎茸、椎茸やんこれ、あー、なになにこれ、あ、こんな感じなんだから優勝発表ねって、ごめん、なんか俺飛んでいった、もしかして今、あれ、あ、なるほどね、点数がないやつか落ちていくんだ、あ、これで多分青が戦って死ぬパターンですよね、これ。悪い子はいねえか、かっこ金持ってないやつってやるんでしょこれ。でもいいな。おめでとう、ガキ社長。ということみたいです。はい。ということでですね、今回の総資産、3年でガチ社長47億円、雷神社長1億円、そして私、2240万円ですね。はい。あ、収益額も、ガチ社長が圧倒的と。いやもうひどいって、まあ、所持金ゼロカードひどくない?ほんまに。やばいやん、これ。イベント編、カード行き。でも、イベント多分俺一番多かったと思うんですけどね。貧乏ガイブ。あ、見てくださいよ、これ、皆さん、これ。この数。ほら。え、何?貧乏神、26。え?キングボンビ、ポコン、ビッグ、え?デストロ、だって、え?デストロイ号ってやばくない、これ多分長く続けたら出てくるやつよね、多分これ。ところで今回はゲ、あ、まあ、まあ保存しとこうか、一応。あ、まあ、いいゲームだったね。いいゲームだった。本当に。おめでとう。皆さん、お疲れ様でした。はい。ところで、この後同じメンバー、同じ名前で、もう一度プレイできるサービスがございます。年数とかメッセージの速度を変えた場合は、そう、宝お願いします。それでは同じメンバー同じ名前でもう一度戦いますか。戦わへん、戦わへん、もうこんな、こんな仕組まれた戦いせえへん俺はもう。はあ、なんやねんこれ。いやでも桃鉄これ3年で約1年やな、こう考えたら。だってコンピューターがいてあれやもんね。ほんとそうやったこと、なんか1時間さっくり遊びたいんだったら3年なんだなっていう感じしますね。でもね、多分来週あたりに多分ツイッターとか見たら分かると思うんですけどね、そう。もしかしたら動画でね、やるかもしれないんでね。もしかしたら生配信でやるかもしれないんで、まあ、どうせちょっと分かんないですけどね。まあ、やる可能性もあるんで、まあ対戦のやつもまた楽しい人いてほしいんですけど、ただ初期ってコンピューターとまたやりたいですね。なんか普通になんかこう口喋りながらやるの結構好きやったんで、そう。いや、これをまたね、またソウルであれですね。まあ、今度は、まあ、コテンパンにしてやろうと思ったんですよ、コンピューターのこと。いやー、ちょっとね、一人で99年やったことあったんでね、さすがに今一人で99年やったから、今回勝てんじゃねえのと思ったんですけど、普通に負けました。
はい、じゃあということで今日はこの辺ですね。いやちょっとショックでした。勝てない。山口さん、1000の再生ありがとうございます。まさに研究生さん、300の再生ありがとうございます。いやもう金捨てられた時はもうほんまにうわーって思ったけどね。もう普通にうわーって顔だったけど。いやこれもまた面白いよな。なんかマジかと思ったもんな、ほんまにびっくりしようだほんま。トム PSW さん100の再生ありがとうございます。ナブちゃんさん100の再生ありがとうございます。面白いほんまに。ののかさん、ののかはちさん100の再生ありがとうございます。いや次回もね、そうやっぱり3年やからやっぱ瞬発力いるねこれね。一回ちょっとミスったら確かに二度と上がれんかったから、次はそう変なプレイ専用に頑張りたいね。あの一回ヘリで飛んだところ多分あそこがあかんかったな。あれは次からちょっとやめようと思ったほんま。チュチュミルさん200の再生ありがとうございます。キングも見たいわ。アイタナさん、1500の再生ありがとうございます。初めて見たんですか桃鉄。いやでもね桃鉄はね、あのね多分ねカードがねまだいろいろあるんですけど、もっとね人に癒せできるカードとかもいっぱいあるんで面白いと思いますよ本当に。次はゴールせやな。てか俺一回もゴール付近まで行ってないからね今日。一回だけ行ったか、最初一回だけ行ったけどほぼほぼゴールまで行かんかったからね。基本的に遠くおったからずっと。それなほんまに。平野さんさん100の再生ありがとうございます。ボンビー最高だったね。マジコさん、200のお再生ありがとうございます。マメさん100のお再生ありがとうございます。いや3年間波乱万丈やったほんまに。もうゲロかったほんま。せいさん500のお再生ありがとうございます。いやもう理由にしますよほんま。のんのろさん200のお再生ありがとうございます。そうですね、まあ、せめてボンビーあの10回以下抑えたいですね。ちょっと26回はだって冷静カメだってあれじゃないですか、サイコロ振れるのってね、36回ですかね、半分以上サイコロ振ってましたからね、ボンビーの。よかったです、ほんま。ごちそうさん、555のお再生、ありがとうございます。いや、金持ちかと思ったら、もう全部金してたから、ね、もううわー、ダーンなったもんね、ほんま。もうどないしようなかった、ほんま。黒さん、200のお再生、ありがとうございます。どうして、いや、10年、多分ね、桃鉄を本当に楽しむんだったら、一人で桃鉄やる場合で、この、10年トライアル、多分これもね結構ね、全国ランキング入りとかもあるから、やるんやったら多分これかなと思ったし、次一人でやるんやったらね、これも多分普通に面白いと思うんで、これであの全国ランキング、まあ、どれくらい勝てるかみたいなやつもあると思うんで、まあ、次やるならこれ一人でやるときはまあこれやろうかなと思って思って、まあ、今日はちょっと一回お旅してちょっとどんなもんかなって俺も全然分かんなかったから、そうだから当時このモーテ10年トライアルもやると思うんで、楽しんでください。西野さん、1000の再生ありがとうございます。貧乏へ疲れてみた。いや確かにカードの効果ね、これカードの効果わからんかったな。あの一攫千金カードは、うん、もうやめようと思った。あれってどんくらい手に入るのかな。カードの効果あれで、ね、全部特急すればよかったね。いやもうねあれも失敗やった。でもワンチャン全部特急だったらまだワンチャンあったかもしれなかったね。これもねまたやりたいよ本当に。しょうまさん300の再生ありがとうございます。いや楽しい、そうこれは楽しいねんけど、もうただただ今日はでも負けただけやったほんま。次は勝ちますほんまに、ありがとうございます。小久先生、1000の再生ありがとうございます。いや波乱万丈3年ね、そう3年で50億円するんですよ皆さん。これが株なんですよ。まあね本当に、いや今回不動産買っても即出て行ってたからな、買う打つみたいな、もうギャンブル性の高いゲームでしたね今回はね、ほんまに。次はでもこの全国ランキングで熱い優勝を目指してね勝つんでね。はい、ということで皆さん朝から、モーテ3年決戦見ていただきありがとうございました。本当に次回はこのモーテ10年トリアルでお会いしましょう。大丈夫、ありがとう。
いやいや、しかしティオさ、PS5 のさ、あのダークソウル配信見てて、何個見てたかな、ダークソウル配信。4つか5つ見てて、やっぱり、ああ、ダークソウル面白そうだなと思って、そう、誰かが死ぬたびに違う人の配信見る、なんかずっとこう、カチカチしながら見てて、おもれえなと思って言ってたんだけど、でも、やっぱりね、そう、もう完全に、それをなんかこう、全部出して見てからさ、結構眠くなっちゃった。で、なんかこう、リクライニングシートを倒して、そう、また、ああ、また死んでるなーって、でもダクソってこういうゲームなんだよなーっつって見てたから、そうで気づいたら寝てた。そう、いや、すいません。いや、昨日はね、本当はそう、モーテスやる予定だったんですよ。そう、モーテスやる予定だったんですけど、そう、ダクソルってそう面白いんだけど、同じとこをずっと死んでる人見てると普通に寝ちゃう時あるから、そう、まあそういう感じでしたね。はい、まあそう、まあ、つまんないわけじゃないですよね。そう、チンゲーって基本同じとこいるから、まあ、寝てしまうんですよね。まあそういうのとてもあります。いや、そうなんだよな、リクライニングしてると危ないね。そう考えるとね、下手したらそのうちこける可能性あるもんな。あ、ダクソファイブね、出た出た。あ、ダク、あ、ダクソ、そう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 、デモンソウルね。そう、ダクソを出てほしいけどね、新しいやつね。ダクソーでもついまたなんかね、なんだったらね、デモンソウルじゃなくて、ついてるやつもなんかね、ダクソーではないんだけど、ダクソーっぽいゲームもね、そう、フロムソフトウェアから出るんですけど、あれまた違うシリーズらしいですよね。あ、今日はね、もう終わりですね、すいません。ちょうど今ね、モーテス3年決戦っていうの終わったところでしたね。ちょっと俺が寝起きで、そうですね、寝て起きてやったんで、ちょっと時間早めだったんですよね。でも、新ゲームまたやりたいですけどね。PS5 ね、売ってないんですよね。やりたいけど。俺ね、結局、デモンズソウルが欲しくて、いや、やりてーと思って、そう、5欲しいわーと思ったんだけど、5が売ってない。やっぱ、でもなんかそのうちなんかね、まあまあ供給されてくると思うから、まあ、2、3ヶ月もしたら、まあまあ普通に買えるんじゃないかなと思ってね。まあ楽しみに待ってる感じですね、今ね。そう。まあそのうち買ったらね、まあデモンソウルもまたやろうと思うんで。めちゃめちゃ楽しんでてください。俺もすげえ楽しいなんで。多分一生同じとこ死んでると思うんですけど。惜しい。でも正直言って、初期版って結構なんかこう、不具合も多いから、そう。それ考えるとね、まあまあ、改良版の方が、後々いいこと、すごく多いこと、まあまあ、まあまああるよね、本当に。もう、初期ヨットがいいことって、まあ、ほぼほぼないから、そう。排熱とかね、いろいろ考えるとね。またね、楽しい。はい、どうも、おはようございます。ということで、皆さん、また、夜にお会いしましょう。あ、でも今日はですね、まぁ、ちょっとどことは言わないんですけどね、ちょっとエイペックス、やるの遅れる可能性が高いのでね、まぁ、どことかとは言わないんですけどね、まぁ、そちらの配信で、私のこの研ぎ澄まされた爪、突き立てていこうと思うんで、そうですね、それ見た後に、エイペックスの方に、移行すると思うので、そちらの方でまたお会いしましょう。ということで皆様、また夜にお会いしましょう。お疲れ様でした。またね。Thanks for watching my stream. それでは皆さん、本日もご視聴、お再生、コメント、誠にありがとうございました。またね、夜にね、よかったら楽しみましょう。おつです。全然関係ない話なんですけど、最近上げた動画の中で、ミントスクッキングが一番勢いが良かったのが、俺何とも言えなかったね。一人で出した動画の中で。あれ？ミントスクッキング爆速じゃね？って顔してて、なんか本当に何も言えなかった。ほな、良い一日を。またね。バイバイ。